金おさむはは、韓国、京商北道金泉市出身の柔道選手。身長180センチメートル。階級は81キログラム級。韓国馬次会所属。敬虔なクリスチャンであり、試合の前には両手を掲げて、神に祈りを捧げ、試合に勝つと同じように両手を掲げて叫び、主に勝利を伝えるという。 先手攻撃を延々と続ける柔道スタイルや驚異的なスタミナから体力王の異名を取った。2004年グラペストで開催された世界ジュニア柔道選手権 73kg 級で金メダルを獲得。リモトキ、オウミハルラと共に韓国 73kg 級のビッグスリーと呼ばれていたが2008年に 81kg 級に転向。 北京オリンピックの代表の座を獲得し、決勝でドイツのオーレビショフの前に敗れたものの銀メダルを獲得した。2010年、ワールドマスターズ2010世界選手権アジア大会と立て続けに金メダルを獲得した。2011年はグランドスラムパリを制するも、グランドスラムもスクワでは準々決勝でドイツのスベンマレシュを相手に有効二つをリードしながら、 残り2秒のところで組手を嫌がり小走りに逃げたとして指導を位置を受け、さらには残り2秒も同じ行為を繰り返したために、柔道精神に反する行為として、前代未聞の反則負けとなった。その判定に納得いかないのか、しばらく畳の上に留まって、抗議の意を示した。パリ世界選手権では、前年に続いて2連覇を達成した。 2012年7月のロンドンオリンピックでは、前回のオリンピック決勝で敗れたビショフと対戦して、勝利資金メダルを獲得している。なおこの時、前年以来悩まされていた右肩の骨折を含め、右手薬指の人体切断、右膝捻座等、数箇所の負傷に見舞われていた。試合ごとに、鎮痛剤を打たなければまともに戦うこともできない状態だったという。 本人は後に、主があなたを用いると約束してくださった右半身が死んでいても何も恐れてはいませんでしたと語った。2014年9月に地元韓国のインチョンで開催されたアジア大会では2連覇を果たしたが、2015年8月の世界選手権では初戦でポルトガルの選手に一本負けを喫した。 2016年5月には怪我などの影響もあって引退を表明した 73kg 級での戦績 81kg 級での戦績ありがとうございます